ご視聴ありがとうございます。よしチャンネルです。今回は2023年開幕戦からスタートです。初球引っ張ったサード右への打球、サードから一塁送球アウト。タイガース前年度は5位に終わりましたが、 FA で近藤選手を獲得し、今季の巻き返しに期待です。初球から打ってった。第2打席で2023年初ヒット。上野生のランナーが出ました。初球から積極的に盗塁。さあ5球目打ちました。近藤選手の内野ゴロの間に三塁へ。塁送球アウト。第6球を投げました。流し打ちどうだ。佐藤選手のタイムリーで記念すべきチーム初得点のホームを上本選手が踏む。1対0ランナー2塁でストップ。第5球第3打席。さあ6球目打った。ライトへ上がった。第4打席は7回の先頭打者。第9投げました。初球から打ってった。抜けた。バッターランナー1塁キャンパス決定。三塁線を破るツーベース。いいバッティングを見せました。これで第5球投げた。打った。二塁ランナー内野ゴロで三塁へ。佐野そのまま7本としています。打ちました。本塁生還ならず。第5打席はツーアウト一塁二塁のチャンス。第5球投げました。打ったに当たりだ。ピッチャー返し抜けた。センターバックホーム。上本ナイスバッティングです。初球空振りから高め直球は外れてボール。第3球を投げました。打った流し打ちレフトへ持っていった。近藤選手が凡退で三者残塁。試合は勝利。開幕第2戦です。ちなみに上本選手のキャリアハイは2017年、打率2割8分4厘、ホームラン9本を記録しました。この年にはランニングホームランも打っています。第2打席。第4球を投げた。打ちました。宮崎取った。サードから一塁送球アウト。スリーアウト。第9第3打席。初球打った。フラフラッと上がった。大抜き落下点に入った。掴みました。第9第4打席。打ちました。初球打ちセンターの左にボールが上がっている。掴んでこれでスリーアウトに敗れました。この日は敗戦。バッティングです。翌日の試合です。初回からすでに3失点している模様。直球ストライク。第3球膝元投球。これから4球目打った。左へどんどん。アルボール投げた。打ちました。1・2塁間1塁へ送るアウト。第6球第2打席投げた。打ちました。三遊間の当たり。ショートから1塁送球惜しかった。これで2アウト。次が6球目。第3打席投げた。見送ってボール。第7球を投げた。流し打ちどうだ。頭上を越えてきた。これはヒットになります。上本ナイスバッティングです。今日は第3球を投げた。打ちました。宮崎しかし生還ならず。一塁アウト。これはアウト。ランナースタート。第4打席打ちました。右中間へ持っていきましたが掴んでこれで3アウトになります。残念ながら連敗を喫する。次のカードはヤクルト戦。クリーンアップがいまいち機能していない。上本選手猛打賞。第9絶好調で迎えた巨人戦。投げました。外角エース菅野選手と対決です。投げました。空振りスライダーボールだ。ボール投げた。いいハイ。空振り。直球空振り。第1打席は三振。投げました。3球目空振り。バッター追い込まれました。追い込んでから投げました。インコースいっぱい見逃し。2打席連続で三振。第3球
インコース引っ張った、レフトへの当たり、レフト。第3打席も凡退。これでワンアウト、ランナーはあります。第9、第4打席初球から打ってった三遊間の打球、これは岡本選手がうまかった。2アウト。第5球投げました、打ちました、二塁ランナー三塁へ向かう、一塁送球、あーっとこれは高い、守備ではエラーを記録。エラーが記録されます。タイガース、なおもタイガース、結局いいところなく敗戦。近藤選手の途中交代が嫌な感じ。旅館的中。去年のオーダーに戻る。新人が覚醒した模様。完封負け。この日は完敗。ガンケル選手、自責点0で6点取られた模様。3戦目で一矢報いる。近藤選手復帰。なお試合は、上位打線がなかなか揃わない。エラー数が気になる。上本選手、今季初ホームラン。最初はスロースタートだった近藤選手も、徐々に調子が上がってきたかなり。4月下旬の広島戦。第9、投げた、打ちました、初球打ち、これはゲッツーか、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー。第4球を、第2打席、スライダーボール、アウトコース高め。さあ投球は5球目、打ちました、掴みました、これで2アウト。さあ投球は第3打席はランナー1塁で打席が回る。ランナースタートを切った、打った、1、2塁間のゴロ、菊池ボールを掴んだ、1塁送球、アンダーソン、トップ。第4打席、第6球を投げた、打ちました、堀江ボールを掴んだ、1塁へ送る、アウト。上本選手の活躍はなかったものの、試合は勝利。試合後、スランプになった選手がいる模様。チーム2人目のスランプは、上本選手でした。近本選手と上本選手は、2年連続でスランプ。出場なしの試合が増える。ダイソーや守備固めの日もあり、近本選手は復活。今こそチカナカコンビで頑張ってくれ。期待通り、近本選手の2試合連続猛打賞。上本選手、久しぶりの打席。この日は最後のバッターに、スランプ中ながら敬遠をもぎ取る。2試合連続でサヨナラ負け。ようやくスランプ脱出。交流戦で巻き返しを図ります。今回はここまで。